ベルーカ・ソルトはアメリカのロックバンド。1993年にシカゴで結成され、1994年にデビュー。リリ・テイラーの共通の友人であるルイーズ・ポストとニーナ・ゴードンが知り合い、結成された。バンド名は、児童文学、チョコレート工場の秘密に登場するわがままな少女の名前から取られた。その後、ニーナの兄であるジム・シャピーロ、スティーブ・ラックが加入。 インディーズレーベルのミンティフレッシュと契約し1994年にシングルシーザーでデビュー。ホールとツアーを行い、9月にファーストアルバムアメリカンサイズをリリース。その後、ゲフィンレコードと契約。この頃 MTV でシーザーがよく流されるようになりバンドは急速に認知されるようになる。1996年にスティーブ・アルビに録音の EP。 ブローイットアウトユアースイッツバーカソルトをリリース。1997年2月にセカンドアルバム、エイトアームスツーホールドユーをリリース直後に、シャピーロが、脱退、新ドラマーに、ステイシー・ジョーンズが加入しバンドはツアーを行い、ブッシュの北米ツアーのオープニングアクトも務めた。1998年に、ゴードンが脱退しソロ活動を開始、ダックとシャピーロも同年に脱退する。 ポストは、スティーブン・フィッツ・パトリック、スザンヌ・ソコル、ジミー・マドラを、新メンバーに募りバンドは新体制を整える。2000年にサードアルバム、リゾルバを、ビヨンド・レコーズよりリリースするが同年暮れに、ソコルが脱退し、ポストの友人である、ジーナ・クロスリーが加入するが2002年に脱退。2005年にマドラが、レストラン経営を始めるためバンドを脱退。 ソロモン・スナイダーとマイケル・マイリーが、スタジオメンバーとして参加し2004年11月に、EP、ローズ・オブ・サウンズ・アンド・レッサー・シングスをリリース。その後ポスト、フィッツ・パトリック、ドラマーに元フェイルアのケディ・スコット、ベーシストに後にスマッシング・パンプキンズに加入する、ニコール・フィオレンティーノを携えツアーを行う。2006年9月にフォースアルバム、フォーリリース。その後ポストは、 自身の家庭に専念し、フィオレンティーノはスマッシングパンプキンズに加入、スコットは再結成したフェイリアに参加し、2012年3月14日、バンドは公式サイトで活動休止を宣言。バンドは2013年3月15日にオリジナルラインナップであるポスト、ゴードン、シャピーロ、ダックの4人で活動再開を発。表。 同年9月に新作を制作中であることを発表。翌2014年4月に EP、Toothills and 14をリリース。その後アメリカとオーストラリアをツアーで回った。ポストとゴードンは2014年秋にニューアルバムを発売予定であるとしていたがこれは延期され、2015年初めに訂正された。ポストとフィオレンティーノ、ありがとうございます。